はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回は新しい iPhone 14 Pro Max、 こちらの撮影機能を使って商品レビューをしていきたいなと思っております。いつもとですね、目線が異なるの、普通に画面を見るとこういう目線なんですけども、カメラはこっちですね。はい、本日紹介しますのはフィギュアケース、かっこめちゃくちゃちっちゃいやつです。 Amazon からこちらが届きました。はい、というわけでこちらでございます。 T ケース DL ステージスケルトンブルー TC072 でございます。初めて購入する小さめなケースになっております。こんな感じでめちゃくちゃ種類があります。今回はこういった小型サイズのフィギュアを飾ろうと思い、こういう小さめのフィギュアですね。ちなみにこちらめちゃくちゃいいところが、この積み重ねが自由というわけで、たくさんあればどんどんとですね高く上げることができる。お、あ、意外と大きめな作りになっておりました。おー、こちらでございます。外します。ちなみにカラーなんですけども、今回監督が購入したのは、はい、ブルーとなっております。ブラックもあります。なるほどなるほど、こういう感じの骨組みがついておりますね。説明書はないですね。分解することができますね。ちなみに価格は2200円となっております。あ、なるほど、こんな感じですね。これをここの部分に差し込みます。あ、こういう感じで、まあ初回なんで無難な位置にしておきましょうか。はい、監督が大人になってから初めて購入した、もうフィギュアの始まりと言っても過言ではない、こちらの鬼滅の刃の熱子とガオーじゃなくて、わからない、忘れたな。あとは、カナオも入れていきたいなと思います。あとはこちらでございます、フェイトグランドオーダーの推しキャラなんですけど出てこない、やば、本当にやばいな最近。このポメラニアンがですね、ちょっと足場がちょっと難しいので、ちょっとこいつは一旦除外します。風がすごい強いシリーズの、これはブルドッグかな。とりあえず今飾ったので倒れないように早めにちょっとつけていき、あ、こんな感じでございますね。はい、今、あ、乗せております。つけますね。ただ一番上面に関してはちょっと傾斜がかかりますね。はい、完成しました。というわけでこんな形となっております。あ、いいね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 。はい、おっと、あ、倒れやすい。これくらいですね、奥行きがありますので、小さめなフィギュア、この鬼滅の刃のおねむたんがですね、2つ置くことができますね。あ、そしてコレクタブルフィギュアもサイズ的にはかなりいいですね。アクリルスタンドのやつもこれくらいのサイズであればちょうどいい感じですね。バランスが悪いフィギュアはちょっとこういう感じで傾斜によって倒れてしまいますが、それ以外に関してはかなり文句がない出来かと思います。重ねることができるというわけで、この下の部分がこういうですね空洞になってますので、これを2段3段と重ねることができますね。はい、というわけで1個2000円の小さめのフィギュアケースを今回紹介していただきました。興味がある方はですね、動画概要欄ぜひ見てください。ちなみに背面も見てみましょう。はい、こんな感じです。ブルー、メーカーはですね、ウェーブという会社が出しております。明るめに映りますね。背面、これ、このフィギュアのサイズによって、広さをですね、変えることができますので、そのお気に入りのフィギュア、ちょっと2枚外して、上と下、みたいな感じで置くのもありかなと思います。サイズ的にはですね、ちょっとなんかいいフィギュアね。3時でございます。3時だとしたら、あ、入りますね、これはね。1個ポーンと入れることができますね。魔女のたびたびのイレーナですね。今、下を合わせてるんですが、これくらいのサイズ感でございます。ちょっと大きいですね。これくらいのサイズ感となっております。ただ、イレイヤの場合につきましては、この台座がですね、でかいので、これのせいで入らないんですけども、この足場がですね、小さいものに関しては、これくらいのサイズであれば、1体と、仕切りを1個つけて配置することができます。めちゃくちゃおすすめですね。いい隙間があれば、2台並べてね、ポンポンと置いて飾るのもいいかなと思っております。この動画チャンネルではですね、監督が大好きなガジェットやこういったフィギュア系を中心に紹介している、ザックバラナチャンネルとなっております。もし興味がありましたらですね、ジャンルごとにですね、再生リストを作っておりますので、そこから見ていただければなと思っております。大きめなフィギュアケースに関してもこちら飾っておりますので、興味がある方はそちらも見ていただければなと思っております。はい、というわけでですね、今後の動画なんですけども、こういったスマホで手軽に撮れる、スマートフォンで編集するというですね、動画もポンポン出して、更新率を少し上げていきたいなと思っております。その後成長していきたいなと思っております。では、また次の動画で会いましょう。